かるんだよ。俺はお前とたくさん喋ってた。しかしお前の道筋は俺が作るし、お前にとって大切な人も俺から見たらこの人しかいないだろうなって時に結びついてくれりゃいいなと思うのも親なら、なんとかできるもんなら結びつかせるという努力だって、お前の見えないところにするのは親だろうときっとつぶやいていたに違いないということを今わかるっていう。職人の世界や芸人の世界は果てしないし終わりがないんです。昨今はとっとと辞めるとか言うのは言うでしょ。それはそれでその人の道の選び方だからいいと思います。しかし一番厳しい時に厳しい目やこれじゃダメだよって言ってくれる人がいるかいないかってその人の運命は決まると思いますよ。今日の松原のラジオに対する喋り方だったら俺は納得いかない。今日は完全にお客様に助けられた。こういうことがあるんですが、しかし板職にしたって私どもにしたって全部がお客様を助けてくれるわけじゃない。なぜかというとお客様は同じような努力はなさろうはずがない。ご自分の生活があるから当たり前のことです。しかし一発で見抜けることがたった一つあるんです。かまけば相手、お前って上、自分の未来そういうものをさっとこう見てないね、見据えてないね。じゃあやめます。あなたの不安でなくたっていいな。なんだ私たちに人生があったからね。あなたを見て私も夢を見ることが悪いことじゃないというよりもこれは正しいことなんだ。そういうものを強く強くする。よく言うものだったとこれはお客様が言ってくださる。我々は言うことじゃないです。与えるものではないですから。宿していただければ閉めたもんだって程度ですから。なぜかというと絶対に自分の人として救急すべきなの。それはそうですよ。人のことを考えてしまわないような信頼というのは。でもその姿を見たら嬉しいとおっしゃってくださったときに、ああ嬉しいとまたこっちが思う。犬に生かし合いなんですよ。それでも親は見てくれているんだなという考えが残る特異謝罪の今日は北の出会いです。しかもなんかこう、何気にして考えて、まあ、そういうのがいっぱいなん
今80年っていうことは、我々、子供の時っていうのはね、もうあっという間、中学卒業したら、大人の世界で、だから当時は5年生だからね、つまりまあ、今で言ったら高校中退なのかい、それでもう5年生、じゃあ自分の道はって言ったら、びっくりしたね、ここは中学校の、もうその通り次だ、それで今はもうその店ないけどね。ちゃんとやってたから、三つ字は中風営業を立てた。だから人はどう、美味しいもんだけ作ればいいではなくて、のれんを譲り渡すってのは、お金欲しいのって、本当にすごく難しいことだと思うよ。俺は男の子3人、みんなサラリーマン立てた道だからね。でもそれはいいとしてさ、それ話すけれども。ある日ある時、お前はどうするかっていうのを考えてきた方が、お前は料理が好きだと思う。俺が口を引くから、この札幌の和食の店、非常に厳しいが、非常に質が高い。そこで修行させてもらいなさい。そりゃやりたいことだからさ。だけど親父の店は潰れない。こっから俺修行して店やったら大変だろうな。思ったけど言ったよ。そりゃ厳しいよって言われるまでもなく私も対話を見てきましたから。大体10段階あると思ってください。その10段階の5段階ぐらいまでは洗い場とか仕込みですよ。7段階ぐらいで少し支度ができるから、それから料理屋さんってことはこれでやっぱり煮物がありますね、煮方ってぐらいですから、つまり何かを準備するっていうその前にやらなきゃなんないことがあって、これは7段階ぐらいまでやらなきゃ、パックでやっと板の前に、板3点まで、板前3点まで。何が厳しいって親方はほとんど何も言わないけど、もう一つだけ覚えてるのはね、子供だな、成長盛りで負けん気の強いのに、一度煮物っていうと最初に汁を作るんです。これで煮ていいですか、それを親方はちっちゃい器でこう一口飲んで、汁かな、これ言われたらこの日終わり。違うなんです、もう一回お前やってみろ、お弟子さんがいっぱいいますからね、長続きしませんよ、みんな全部続くわけじゃないから、もうどっちかな、なんだと思います、出汁取っていたの一番シンプルなやつです、まずね、これ醤油でしょ、砂糖も少々入れますから、ね、醤油を垂らせ、もうこっちりはないかというと箸に触らせて垂らすくらい、醤油入れからいきなりなんてことありえないから、だって自分で味見